はい、皆さんこんにちは。サガキャットスでございます。まもなく5時ですね。47ニュースで昨日こんなの出てました。ちょっとびっくりしました。オバマ氏が選挙支援本格化、民主ハリス氏勝利へ総力戦ということでですね、オバマ大統領、元大統領のですね、写真が出てるんですけど、年取りましたね、この人も。頭だけがこう白いくってですね、うーっていう感じですね。あれですね、アフリカ系の方がですね、年食って白髪になるとちょっとかっこいいですね。米民主党のオバマ元大統領10日、大統領選の激戦州東部ペンシルベニアの大学での集会で演説し、ハリス副大統領への投票を呼びかけた。支援を本格化し、11月5日の投票日まで激戦州で遊説を重ねる。米メディアによると、ビル・クリントン元大統領も近く動き出す予定で、民主党はハリス勝利へ総力を挙げると。オバマ氏はペンシルバニアのピッツバーグの大学で、私たちは新世代に指導者を選び、より希望に満ちた米国を築き上げるチャンスがあると強調。トランプ氏について自分のエゴと金、地位のことしか考えていないと批判し、まあそれはある程度当たってますねと批判し、なぜトランプ氏が良い方向に物事を導いてくれると考える人がいるのか理解できないとも語った。ハリス陣営は黒人初の大統領として民主党で根強い人気を誇るオバマ氏の動員力に期待すると。まあ言うてることはある程度ですね、分かるんですけど、なぜトランプ氏が良い方向に物事を導いてくれると考えているとかいうのか理解できないと語ったということですけど、私がで何が言いたいかというと、なぜそのですね、オバマ氏は黒人初の大統領として民主党で根強い人気を誇ってるんですか。オバマろくなやつちゃいますよ。いや確かにね、こう悪いやつではないし悪意があるわけではないしですね、まあ、彼は彼なりに一生懸命やったんですけど、今のこの不安定な世界のですね、なんて言いますかね、今のこの不安定な世界の元を作り出したというか、その責任があるのはオバマですよ、はっきり言うて。どういうことかというと、今ウクライナで、戦争してるでしょ。あれもですね、オバマが悪いんですよ、元はといえば。どういうことかというとですね、今のウクライナの戦争は2022年に始まりました。しかしそれに先立つことをですね、8年、2014年にですね、プーチンはですね、クリミア半島はロシアのもんや、ロシアのもんやと言って、クリミア半島を占領してですね、無理やり住民投票を行ったんです。でウクライナの東部の2州の一部でもですね、そこを占領して無理やりですね、住民投票を行ってロシア領への編入を宣言したんですよ。でそれはですね、なぜそんなことが起こったかというと、そのですね、2014年のですね、クリミア半島を占領する直前にですね、オバマはこう言ったんですよ。我々は世界の警察官ではないと。で要はクリミア半島で、間接的な言い方ですけどね、何かが起こってもですね、我々はそこにですね、そこ同志者にはならないと、要は助けに行かないと言ったんですね。この時ですね、何が揉めてたかというと、ウクライナがですね、実はですね、NATO に入ろうとしてたんですね。で、もうちょっとしたら入れるとこやったんですよ。でそれをですね、察知したですね、察知したというか、そんな分かってることですよね、プーチンがですね、よっしゃーっつって言ったわけですよ。アメリカが来えへんなったらね、俺らが行ったるやんと。でもしウクライナが NATO に入れていたら、その時ゼレンスキーちゃいますよ、入れていたらですね、そんなことはできなかったんですね。でオバマはそれを躊躇してたんですね、ウクライナが NATO に入るということでウクライナは取られてしまったので、クリミア半島と東部をですね。でオバマはそういうことを言わなければ、プーチンはそこまでの距離に出なかったかもしれない。ということは、その後のウクライナ戦争もですね、起こらなかった可能性があります。さらにもう一つですね、当時からですね、オバマが大統領やってる時からですね、習近平はですね、盛んにですね、
今の南沙諸島、南シナ海ですね、そこを自分のものやって宣言してですね、ベトナムとフィリピンから2つの島を奪ってですね、今もまた1つ奪ってますけど、やろうとしたんですけど、それでもまたですね、オバマはですね、それに対して力ずくでこう牽制しようという姿勢を一切見せなかったんですね。でさらにさっき言った世界の警察官ではないと宣言したわけですね。ほんで習近平はよっしゃーってベトナムとフィリピンから島を取ったわけです。ほんでガンガンこうなんて言いますか、あれを始めたんですよ。オバマとの2人の会談で、最初の会談で南シナ海でを軍事基地化しないというふうに約束したんですね、米中首脳会談で。なのにですね、その先からですね、南シナ海の島にですね、人工島を作って、人工島を作って飛行場を作ろうとしたんですね。で、全然そこは軍事基地なんです。まるっきりだからですね、こう約束を保護にして、要は舐められてるんですよ、オバマは。で、舐められてですね、飛行場を作っているのにですね、オバマは何もしなかったんです。最後にちょっと自由の航行作戦とやっただけです。さらにですね、オバマはですね、当時イランが核兵器を持とうとしているということでですね、多国間交渉をしていたんですね。そこ でイラン核合意というのを作ったんですよ、オバマ任期の最後のあたりで。これは何かというと、ゆっくりやったら核兵器作ってええでということなんです。アホかっていう世界でしょ。だからオバマのあの交渉通りに行ってたらですね、イランは今頃核大国、核兵器保有国になっていました。まあ大国ではないですけど、何やってんのと世界なんですよ。だから今世界は非常に不安定化しますけど、その元を作ったのはオバマの優柔不断な政策なんですよ。はっきり言ってこいつ何もしませんよ、国際社会では。むしろ不安の種をまいていったわけでしてですね、そのオバマがですね、アメリカ国内の民主党の一部にはまだ人気があるって言って、アホかって、でそのオバマがいよいよハリスの応援に出てきたというのはこの記事ですけども、オバマはもともとハリスのことがですね、ハリスのことを買っていないんですね。ハリスのことを知ってるわけですよ、やっぱり同じ陣営ですから。でハリスの能力を懐疑的に見ていたんです。こいつは無理やぞと、バイデンが副大統領にしたときに、こいつではですね、こいつでは、まあ、副大統領はなんとか、まあ、飾りみたいなもんですから、そのかもわからんけど、その1年前にハリスが大統領候補になろうとしたときにですね、オバマはですね、ハリスでは無理だというふうに周りに言ってたそうなんですね。能力が足りないと。まあ、日本で言えば、分かりやすく言えば、日本で言えば小泉進次郎ですから。そういうことで足りないというふうに言っていたのをですね、最近になってトランプ対ハリスになったでしょ。で要はバイデンが降りたわけですね。でその時に例えばクリントンなんかはいち早くハリス支持をですね言明した。クリントンに比べてオバマのハリス支持は3日ぐらい遅れたんじゃないですか。つまりオバマは本当はハリスのことを買っていないというか、むしろあかんでと思っていたのをですね、今になってよたよたと出てきてですね、ハリスを支持してるわけです。なんでか、トランプよりかはマシやと思ってるわけですね。民主党的な人にとってもうトランプはもう虫ずも走るようなですね、こうおっさんなんですよ。あいつだけには大統領をさせたらあかんというですね、そういうこう意味合いが強いわけですね。だからですね、トランプに比べたらハリスの方がマシやろうということだろうと思います。でもこいつほんまにね、ここ何年間かで一番あかん大統領でしょうね、オバマは。私から見ると。それでも人気は高い。知性は十分ですよ。演説もうまいですよ。で、こう良識もある。けども、アメリカの大統領はそれだけでは足りないんですよ。強さが必要で、決断力が必要で、時にはですね、武力を使うですね、決断もしなければならない。こいつは任期1年目に核なき世界をと言って、2年目にノーベル平和賞をもらいました。こいつがいる間にですね、世界の核はどんどん増えました。何もしてなかったからなんですよ。世界の警察官を辞めるとかって言うたからなんです。結局こいつはですね、世界の核危機を深めただけなんですよ。なぜそうなったか、何もしなかったから。それにつきます。
そのですね、オバマが出てきてハリスを応援しているというのはこの記事ですね。ああしょうもなと思います。一応この、47ニュースのですね、アドレスを貼っておきます。はい、皆さんどう思われておりましたか。